最後まで見るとミセス大森さんの細かすぎる凄さがわかる。細かい。はい、どうもこんにちは、スタバンドへようこそ。最強のライブ動画が上がりました。レンです。斉藤です。こんにちは。最強。私は。ああ、最強。最強。を含めたね。うん。5、6曲。最強。ミセスさんのね、ライブ映像上がりましたよ。はい。良すぎて。良すぎる。ずっと聴いてて今。この曲やべえってなったのが、うん、私は最強もやばかったんで、うん、ソランジ。やばい。ソランジがやばすぎたんで、ちょっと今日はボーカル分析やっていきたいと思います。はい。はい。ということで、今回はミセスグリーンアップルのソランジのボーカル分析。早速、レッツゴー。今回の分析ポイントは5箇所。お、多い。良すぎて、これでもだいぶ削った、うん、5箇所の部分のまず第一注目ポイントが響きすぎるエッジボイス。響きすぎる、響きすぎる。いや今回ねもう全部響きすぎてるライブで軽くソファー座って歌ってるのに、うん、響きすぎてる。声自体も響いてるし、うん、心にも響いてる。ここも刺さってるし。なるほどね。いやもう、もう普通音として響いてるからもうおかしい。何かがおかしい。何かがおかしいぐらいなんかエッジボイスも普通の人の3倍ぐらい響いてるからいやまずじゃあちょっと1回聞いてみよう。はい、これ今日はね響きすぎてるシリーズだから。その1個目のエッジボイスがもうほんと入りの入りの一言目、あなたに会いたくてって入るじゃんの、あの入り、もうあのちょっと前にんみたいな、あうん、なんか聞いてるか、え、うん、の合体のボイス、分からんから聞いてるのエッジボイス入ってるから、じゃあその最初の本当の最初の瞬間のエッジボイスに注目。いくよ。ほっ。あなたに会いたく。なるほどね。響いてます。響いてる。普通の人じゃ出ないレベルで。ちょっとやってみて。やってみてって言われて、これあーなのかうーなのかでしょ。なのか分からねえじゃん。しかもあなたにの前になんか一回うわうわみたいな、うん、一回切ってるよ。うわなのかえあなのか確かに分からん。そうでかすぎて、あと同じぐらいでかいみたいな何かが。そう確かに実声よりも逆に目立つぐらい響いてるな。うん、これが1曲目に来て一文字目に来たから、いきなり確かにわーってなって、刺さるねこれは。これが刺さったと思いきやのも後半のありえないほどにのアーもね、うん、こんなでっかくはないんだけどすごい存在感のある、うん、響きすぎてるエッジ。超いい意味で言ってたね、はい、超いい意味で響きすぎてるエッジ、実勢より響いてるんじゃないかぐらい刺さるエッジがあって、それが一番サビの終わりの1分56秒のありえないのア、ありえない、ありえないぐらい、ありえないぐらい、もう本当にありえないぐらい。めっちゃ入ってるから、じゃあそこのアに注目して聞いてみよう。いくよ。生きてほしい、ありえない本当に君がない方。いや存在感確かにすごい、すごいよね、うん、なんかスッと入ってくるけど、うん、しっかりとこう輪郭のある、うん、そう、うん、アがなんか別にそのめっちゃうるさいとかじゃない、音量的にと一瞬なんだけど、うんうん、めっちゃ心地いい。そう心地よさだよ、めっちゃ心地いい、響き渡った心地よさ、うんうん、でも今回響きすぎてるシリーズなんだけど、第2注目ポイントが、はい、響きすぎる裏声拳。拳ね。そう一瞬入ってくる裏声の高速移動みたいな。裏声で拳。そう裏声拳、あの実声があーってやったら裏声拳があーって、あーはい、あーが裏声拳。これがもう響きすぎてる、響きすぎてる。そう結構大森さんよく使うんだけど、このライブは特に響きすぎてる部分があって、そこがラスサビの終わりの部分のキリがないほどにのほどのド、4分37秒のほどのドで入ってる、うん、キリがない、キリがじゃなくてキリがない方ド、ドでなんか、ね、急に響きすぎる裏声拳が入ってきてて、まあ、なんかちょっとこれは映像でもみたい、映像でもドでグワッてきてた。ほう最初のそのドに注目して一回聞いてみよう。いくよ。ほっ。1回目のドと全然違う、うん、そう自然に歌わないで、うん、バーッて出てるね。
うん、もう動きから出てたし、うん、ぐわっちょっとちょっと動きはちょっとね、動きはそんなソファだし、そんな別に言うほど動いてない、ここがめっちゃ動いてる、あっここがね、あっソファでこうやって、うん、え横取りこの体勢で立ってる、普通にこうやって軽く立ってドンときだけ、うん、まあまあ、くるぐらい、え立ってこうなんかもう全身を使って歌ってる歌じゃないの、違うだよ、もうこのライブ中ずっとこうやってワインみたいなの軽く歌ってんだけどすごすぎる、え座ってそんな歌えるもんだ、細かいニュアンスは座ってた方がむしろ表現しやすいのもあるけど、でもこの勢い感はやっぱ立った方が出るのに、うん、座ってるからちょっとよくわかんない、何かがおかしい、なんかどっか立ってんのかな、もう本当にこの瞬間だけもう一瞬立ち上がって見えない早くやってんのかぐらいの勢い、そうだよ、映ってはない、そう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 動画だからもうその細切れのその瞬間に一瞬立って座ってんのかもしれないぐらいのなんかある、それぐらいの勢いはでもあった、そう響きすぎてるでしょ、うん、これはすごい、この裏声拳はで、ここも響きすぎてるんだけど、この後の尊いのと、うん、どっちのとかをちょっと覚えてないんだけど、尊いのどっちかね、トのどっちかのとが、うん、なんかここまで大きくはないんだけど刺さったっていうか響いてんだよ、うんうん、裏声拳があって、それが4分56秒の尊いのと、尊いの3文字目のとかの部分がわってなんかこんなにボリューム大きくないんだけど刺さるって、さっきのエッジの2個目みたいなくらいの響きすぎてる裏声こぶしあるから、とに注目して一回聞いてみよう、いくよ、ふっ、いや気持ちいいな、これは気持ちいいでしょ、これ気持ちいいな、3文字目のすごいな、めっちゃ響いてるね、確かにね、いやこれはもうおかしいぐらい、ツアーツアーってもう、でもこんな大きくないじゃん、自然なのに、うん、めちゃめちゃ高速じゃない、そう一瞬、超一瞬でめっちゃ短いのに、うん、こんな速い裏声拳を入れられんねんな、そう、それもなんだろう、広がりがある裏声拳なのかな、歌っててさ、ホールで歌ってるターぐらいのワンって一瞬だけ広まるけどそれでも消えるみたいな、一瞬やのに存在感とその響きがしっかりと含まれてる裏声拳、うん、な、そう、な、なあの人なんかすげえめっちゃこっちから見るとさ珍しく興奮してるけどさ、うん、ライブ見てないんでだから俺の頭の中ではいや広いホールの中心のあの円みたいなステージで上からピンスポア見て歌ってる大森さんが今俺想像してる、うん、あ、まあ、ちょっと近いっちゃってそれがソファンではいいんだけどいやでもすごいよねこれ、すごいすごい、テクニック的なところ言うともう本当一生ボーカル分析できるぐらい、うーん、いろんなポイントですごいことしてて、うん、でその中でも一番好きなとこすごいとこ、うん、ここすごいポイントが、はい、響きすぎる裏声、ああもう拳じゃない、そうミセスといえば、ミセスといえばファルセット、ファルセットもう響きすぎてうるさくなってメーター振り切れるから抑えちゃうとか言ってたでこでここは振り切ってるちゃんと、響きすぎてる裏声の部分が落ちサビの部分の4分21秒の暗闇の矢、闇の矢、矢と実の間、矢だな、落ちサビで、そう、それの裏声、今ちょっといい感じで響いてたけど、でもそれじゃないんだよ、うん、それの、いやもうちょっとこれは本当一回聞いてみてほしい、なんかこうやってんだよとか言うんじゃなくて、うん、一回ここのもなんかゾワッと感を、まあ、まず感じてみよう、まず感じてほしい、はいはい、暗闇に一回注目して聞いてみよう、いくよ、信じてほしい、突き抜けてる感じが、突き抜けてくるでしょ、めっちゃ柔らかく出してるんですよ、しかもそう、そんな全然力んでなくて、そうやな、そうやわ、あんな高いのに、いやちょっとこれは真似できないぐらいけど、あれはどうやってんのかってちょっと分析してみたら、うん、闇じゃん、うん、みの前にん入れてんだよ、やばいのってやってて、あんが、んが細くなるんだ、やっぱそのんって閉じるじゃん、うんうんうん、だから高音に行きながら、こうより上がってんだよ、やーってね、ちょっとやりすぎてるけど、うん、やーってちょっと上げてる感じ、音がさらに上がってくる、そのすげえ普通に高い音なのに、うん、そのちょっと上を目指して、いやでも行くんだけど、んで切ってるから、うん、なんかこう、絵で言うとこういう、とんがり、うん、とんがりコーン。コーンではない、斜め上にとんがりコーンみたいな、うん、でミで戻ってくるみたいな、うんうん、
で全部裏声だからもうわっきゃかんねえことしてんなと思って、へー、繊細な表現、うん、があることによって、うん、なんかちょっとこう柔らかさをちょっと感じる、そうん、イメージがあると、でも、うんは聞こえてない、ここは、うん、あ、そうなん、そう、なんかこういうとこでうん入れると聞こえやすくなって、やんみーのってうんって入るじゃん、あ、ちょっとくどくなるかもしれないですけど、そう、でもこれはうんが入ってない手前で切れてる、ちゃんと、はあはあ、こういく、ここで切れてる、とんがりコーン先っぽ切ってる感じ、もうとんがりコーン押すねいや、それがもうすごすぎて、うん、でもこれ聞いてるだけでおーってなったんだけど、コメント欄見るとここの暗闇すごいっていう人やっぱいっぱいいて、俺もやっぱ一番ここ好き、ここすごいって引っかかったポイントで、やばいよ、ライブだよこれそうかそうやんな、確かに、そういや、なんかその今言われたポイントに集中して聞いてたけど、うん、前の歌を軽く聞いてるだけでも、うん、え、ここポイントじゃないんやっていう箇所がめちゃめちゃあるから、あるよね、そう、だからまあもう削りに削ってもやっぱり5個残るったんやなっていうのがよく分かった、そう、本当にすごい、もうレコーディングで何十回撮ってる時の暗闇の歌い方じゃない、あれも、もうもうそれは選別して選別して一番いいやつってなったんじゃなくて、一発のライブでしかもなんかすげえ長いライブ、30分ぐらいのライブでこの暗闇出すのやばいこの暗闇この暗闇の声はやばすぎる、確かに、で1曲通してちゃんと、まあ、達也これ見てないでしょまだ、まあ、1曲通して聴いてほしいんだけど、うん、徐々に弱い感じでずっと歌ってて、うん、なんかほぼ裏声みたいなとこもいっぱいあったじゃん、うん、ずっと裏声で弱く歌って最後めっちゃ強くなるとか、落ちサビめっちゃ良くなってめっちゃ強くなるとか、なんか全体的にもう別に内容無視で、うん、歌唱テクニックだけに注目しても、うん、ストーリー性が超ある、確かに、なんか今の話聞いててすごいドラマチックというか、そう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 、ドラマ性があるなみたいなことは感じる、うん、歌だけで、もう歌唱テクだけでプラスして歌詞とか、なんか多分もうライブとかのストーリーももちろんあるんだけど、うん、歌唱テクだけ、ボーカル分析動画だからね、うん、歌唱テクに注目するだけでもめちゃめちゃこうぐわーっといくストーリー性感じるから、ぜひちょっとこれまだ動画見てない人見てほしいし、もう見たことある人もその歌唱テクっていう部分だけに注目しても見るとまたちょっと一味変わったソランジを味わえるんじゃないかなと思いまして、今回ボーカル分析しました、はいはい、まだまだ他のね曲もあるんで次回をお楽しみ、ということで今回はミセスグリーンアップルソランジのボーカル分析動画でした。このチャンネルでは歌分析や楽器分析毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマはこのライブの最高なところ、うん、あー瞬間ね、瞬間最大風速 50m みたいな、はいはい、台風来てる日ですね、さ、ちょうど、ね、今日なくなるかと思ったぐらいのでも来たよ、これが伝えたくてそこの情熱を持って台風に負けずに来たんで、はい、これはもう他の曲でもいいから、ソランジでもいいし他の曲でもいいから、このライブを通してここっていう最大ポイント、うん、あったらぜひぜひコメント欄に書き込んでみてください。もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。ソランジのライブでさ、うん、なんかちょっと一個勘違いしてた部分があって、ほう、歌詞をね、私はあなただと思って聞いてた部分があって、私はあなただと思ったら当たったって言ってて、でなんかめっちゃ綺麗に間違えるなこの人って思って、すげえ綺麗に間違えてるから、じゃあ一回そこ聞いてみて、すげえ綺麗に間違えてる、歌詞をっていうか、まあ文字を、うん、私は当たったって言ってるみたいなとこがあるから、ちょっと一回、うん、まあでも勘違いなんだけど一回聞いてみて。あったあったって言ってる。言ってるよね。うん、これめっちゃ、あなた、いや、本当は、うん、私はただなの。私はただって言ってるところを、歌唱テクニックで、私は、あーって入って、うん、ただって言ってるのを、私はただってすげえかっこよく歌ってるから、超綺麗に歌詞間違える。綺麗に間違えるじゃない。こんな自信満々で綺麗に間違えれるの、ちょっと尊敬してて。うん、誰でも、コメントで書いてないから、うん、あ、はいはいはい、あれなんだろうって調べたら私はただで合ってた、全然合ってて
ただなんだ。そう、私はただって言ってる、うん、意識して聞くとでもただに聞こえる、ちゃんと。あ、ほんと。普通に私はただに聞こえた、ちゃんと。聞こえ、あ、聞こえた、うん、あ、マジで、うん、あ、耳がちょっとダメだったわ。で、その後に私はまだって言ってるのもあるんだけど、うん、そこは私はあなたって絶対言ってる。だからちょ、一回そこ聞いて、今の私はただって言った後に、やや私はあなたって絶対言ってる、うん、行くよ。いや、これはあなた。いや、本当に。これ私はただ、私は、あの、こっちがあなたに来るから、2回言うのかな、うん、歌詞知らなかったから。私はあなた、私はあなたって2回言ってて、うん、1回目ちょっと噛んじゃって、私はあたたーって言ってんのかと思って。かっこよく。かっこよく。なんだいや、なんかすげえ不思議だなと思ったら、私はただと、私はまだだった。でもここは今でも2個目はさ、ワンチャン言ってそうじゃない？あなたってなんかちょっと歌詞変えて、うん、アレンジとして。言ってないと思う。言ってないっすか。言ってないっすか。言ってないみたいです。言ってないですね。私耳正しかった。あの方の耳が正しかったです。私はただ。私はまだまだ。